回皆様にご紹介させていただくのは、南米コロンビア第2の都市メデジのポプラト地区を、ご紹介させていただきます。人口は250万人、首都のボコタに次ぐ、メデジンですけど、なかなかね、大きな都市です。なので、まあ、メデジンはね、ぜひ訪れていただきたいと思います。これ、一応ソニーの 4K ビデオカメラ、DRX100 で撮影してますので、パソコンで、ご覧いただいている方、4K の画質を合わせていただければと思います。首都のボゴタから、飛行機で移動してきたメデジンなんですけど、今からだいたい5年ぐらい前ですね、2016年11月に、日本人の大学生が、殺害された都市です。強盗なんかもね、首都のボゴタと同じように起こっておりますので、ぜひ注意していただきたいと思います。で、走ってる車はね、日本車ばかりです。日本車ばかりですね、はい。で、結構なんかその松の車が来てくるというのは、あんまり他の国だと思うからそんなに多くないと思います。で、ということで日本に関連した、日本の、製品なんかも結構この国でも回ってますので、ぜひともメデジンは訪れていただければと思います。はい、今ねどこにいるかというとね、コロンビアの、メデジンにいます。メデジンのポプラト地区にいるんだけど、そこで今撮影します。中心はメルキ通りです。メデジンに関しては2016年の11月に日本人の大学生、一橋大学の大学生が殺害された件があります。報道で今撮影しているのはソニーの FDR-X の120万円する機材三脚層立ててやってますけどね、十分この本当に人いるから強盗、このナイフとか銃を突きつけるの強盗はないとしても全くや10割足すと銃を撃ちたいと思います。その中で今そのポプラド地区、メデジンのポプラド地区を歩いてその中から今から歩いています。時間によって閉まったりするんだけどね。これはちょっとしたフォンダテラカンソナーというものでショップね、クローザーのショップもあります。あと落書きってこういうペン、オールペイントも結構多いですね。あっちにフリスピーとさっき利用したんだけどね、やっぱ結構ポプラド割とメデジンの中では治安がいい方なんだけど、不老者もありますね。あとは一応観光地化してるんで、ここの地区はね、なんでポプラドということで外国人の観光客を多く比較するところなので、皆さんにぜひともここのねメデジンに来れば、ここの地区をお勧めしたいと思います。かつては日本人宿がね別のところにあったんだけど、いろんな諸事情があってね、この大学生殺害された件でいろいろあって結局今やってないみたいですけど、これがですということで、でペリトスということで、そこのところがあります。でこれがイタリア料理ピザ屋さんになります。で、タクシーに関してはいくつか種類あるんだけど、黄色の車体っていうのはね、あったりします。日本車も多いです。で、そこがカフェなんで、せっかくなんでコーヒーね、皆さんぜひともコロンビア有名で飲んでいただきたいと思います。あとは大人のお店、セックスショップなどもありますけど、ここのところがフードコートということで、カフェとかが食べれると思います。そうだね、客はいませんけど、めちゃめちゃうまそうです。客いません。